皆さんこんにちは。こんにちは。第96回ライフル枠、今回もリクエストだ。大英帝国の主力ボルトアクションライフル、マガジンリーエンフィールドを紹介する。当時のボルトアクション小銃の中では比較的速射性に優れたライフルですね。その用途はもちろん主力小銃であり、さらには時代の変わり目でもあったため様々な派生型が存在する。その歴史は深い。詳しく見ていこう。時代は19世紀末期に遡る。当時のイギリス。元い大英帝国は、まさに世界の至るところを掌握していた。前世紀には全世界の陸地と人口の4分の1を収め、世界最大の面積を誇る帝国にへとなっていた。カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、アフリカ、インド。本当に広い植民地を持っていたようですね。イギリス本土は1707年の合同法によりグレートブリテン王国となることで統一されたわけだが、その後にヨーロッパ本土での大国同士の戦争への参戦や植民地争いでもある大航海時代にも十分に乗り、やがてアメリカやインドを植民地化した。しかしアメリカは現地民への増税による反発や他各国の工作や支援が重なり、結果的にアメリカ合衆国として独立されてしまう。歴史的に重要な出来事ですよね。この間、戦争敗退などの要因から民族的に違うものの占領していたアイルランドにて隙が生じたため、アイルランド議会の併合によりアイルランドの地位を向上させ、グレートブリテン及びアイルランド連合王国に国名を変化させている。その後ナポレオン戦争、大国同士の戦争、ウィーン体制への同意を踏まえつつ、産業革命を迎え多くの植民地を確保した。そんな19世紀末期はビクトリア女王が君臨するビクトリア朝であり、科学技術が発展し、選挙法改正により労働者は国民となり、世界中の資本も集まった。低所得労働者の環境など全てが良かったわけではないが、イギリスにとっての最盛期だと思う。ビクトリア朝末期を TRPG で遊べるクプルフ神話 TRPG サプリメントがあるらしいっすよステマ。そんな最盛期を迎えるのに必要なものの一つに軍事力があり、その軍事力の一要素としてはやはり歩兵が装備する小銃がある。19世紀は前装式のマスケット、もしくはライフルが主流だった時期から、連発でより素早く連射できるライフルが主流になるという、小銃技術が大きく発展した時期であることを留意していただきたい。小銃に限らず弾頭や火薬、そして戦術も大きく変化しましたよね。19世紀末のイギリスではマガジンリー・メトフォードが導入されている。弾倉導入により連発化しボルトアクションが導入された。リーという名称がこの小銃に名付けられているが、これはジェームズ・パリス・リーという発明家の発明が関連あるためとなっている。ほうほう。ジェームズ・パリス・リーは1834年から1904年とまさにビクトリア朝の時代を生きた人物であり、イギリス系カナダ人の発明家兼銃器設計者である。スコットランドで生まれた後すぐにカナダにへと移住し、12歳の時に初めて銃を作成。そこから時は飛び1861年よりスプリングフィールドモデル1861の構想式改造方法を開発し、戦況の改造契約を獲得している。米軍の前装式ライフルを構想式に改造したんですね。その後1872年より米軍の新型小銃トライアルが行われ、そこではハンマーブロックフォーリングブロックの単発構想式ライフルを開発した。主に米国へ向けての開発だったんですね。言い忘れていたが、構想式の開発の前に米国へ移住している。そのトライアル後である1879年、D モデル1879というライフルを開発した。このライフルは画期的な設計で、ターンボルトアクション、バネ式シングルカラムフィードマガジンが組み込まれており、当時ではまだあまりなかった連発ライフルだった。まだ単発の金属薬莢構想式ライフルが主流だった時代ですね。まあ、当時からベッテルリ、ウィンチェスター、レミントンキーンライフルなど連発銃は他にもあったぞ。ただ当時の連発ライフルらは箱型弾倉ではなく環状弾倉が主だった。レミントンリーライフルは後のイギリス採用モデルと比べ、撃発方法、弾倉容量、弾倉自体、弾の積み方など多く異なる代物だった。ボルトハンドルやサイト、ストックグリップ付近も大きく異なりますよね。レミントンリーライフルはその設計から注目され、このモデルとその後のモデルらが中国や米海軍などに採用されたことで知られている。イギリスではブリティッシュパターンマスケットから P1853 エンフィールド、そして P1853 を構想式にしたスナイダーエンフィールドと小銃は変化し、その後1871年よりマルケニ・ヘンリーを正式採用していた。この銃では改め一新して金属薬莢の弾薬用に設計され、セルフコッキングにレバーアクションで作動する閉鎖機構を備えていた。スナイダーより洗練された構想式単発銃ですね。この銃も同じように複数の改良を経ながら運用され、1870年代後半には機関銃との弾薬共通化を模索していたようだ。機関銃というと？ガトリング砲だ。マルケニ・ヘンリーと同様に45口径だったが、薬莢強は違かった。そのため1881にはマルケニ・ヘンリーにてガトリングと同じ4570に合わせた代物がテストされている。しかし並行して違う弾薬も模索されていた。43スペイン弾といった弾薬も試験され、やがて402口径弾が有力と判断していたようだ。とにかく50口径は切りましたね。1885年よりこの弾薬の設計が完了したようだ。
1886年4月よりそれに適合したマルケにヘンリーが設計され、エンフィールドマルケーニとして登場することとなる。やがてこの銃器と402口径弾の採用が決定的となり、全体で2万1000丁以上を生産。古い弾薬を消耗しながら次々代替されていくことを計画していたようだ。本質的にはただ弾薬の仕様を変更したマルケニヘンリーですね。いや、それに該当しないモデルに当たるエンフィールドマルケニ4インチパターン A がある。え？イギリスでも海外での軍用小型武器の進歩を懸念しており、連発銃の採用を考えていたようだ。連発銃はやはり単発銃と比べ連射が効くため、それは驚異的に感じるのはもちろん。本質的には緊急時にのみ連射が可能な小銃として、連発銃を求めていたようだ。緊急時にのみ？あくまで弾倉を用いた連発というのは緊急時のみで、通常運用ではマルケニヘンリーのように1発ずつ装填しながら遠距離射撃運用するということが前提だった。そのため当初は従来の単発銃に弾倉を組み込むことで連発化させるという方法が行われた。確かにボーモントライフルや G71 など、当時はそういう改造銃が登場していますね。この流れにイギリスも乗り、エンフィールドマルケニパターン A には弾倉が設けられた。8発弾倉を側につけ、これは不要必要で簡単に脱却できたようだ。他各国で行われている環状弾倉にはいかなかったんですね。ここで弾薬選択が実行されていた同時期頃の連発銃自体への試験研究の話に移る。単発銃の連発化ではない、新設計連発銃への試験ですかね。採用テストに関する企業小切手が出されたようで、1880年3月よりリーマガジンが組み込まれたマウザー M1871、ウィンチェスター M1876、DM1879、ホチキス M1880、クロパチェック、ガーディナー、グリーン、ベテルリ等40種類以上の銃器がテストされていたようだ。多くの連発銃が試験に集まったんですね。機関銃委員会によって徹底的にテストされていたが、1881年3月にウィンチェスター M1873 の環状弾倉にて弾が暴発して重傷を負う被験者が発生する。環状弾倉内での雷管点火による暴発ですか。ライフル弾による暴発の懸念は並列による雷管誤作動以外にも、装填中に逆に装填してしまう、銃身と弾倉が密接しているために加熱することで自然発火するといった懸念もある。この事故以降、委員会は環状弾倉のウィンチェスターとホチキスなどのセンターファイアの環状弾倉式小銃のテストを中止した。センターファイアということはリムファイア弾薬を装填する環状弾倉小銃は残されたんですね。そして後のリーエンフィールドとなる試験用レミントン DM1879 は、5発のシングルカラム弾倉にマルケニーヘンリー重心、そして4570ガバメント弾仕様だったようだ。前述の弾薬選択と一致する仕様ですね。1881年テストの時点ではグリーンライフルとリーライフルが、まだ試験する価値があるモデルと判断されたようだ。この後、海軍の圧力により1882年よりさらなる連発銃トライアルが行われ、1883年2月より英国小型武器委員会が設立される。この委員会は連発銃を再考する小委員会ではなく、委員会だったようだ。本格的な委員会ということですね。そしてレミントンリーライフルも改良型が同年に登場している。それはレミントンリーモデル1882という代物だ。変更点が外見からも見られますね。この新型モデルもイギリスへ取り入れられ、45口径ガトリング弾薬室化、マルケニヘンリー重心への組み替え、そしてマガジンカットオフ機能が追加された。マガジンカットオフ機能は弾倉からの球弾をストップする、単発銃運用のための機能ですね。M1880 には元から箱型弾倉を備えているわけだが、一方でベゼルバートンマガジンへ組み替えしたリーライフルも試作されたようだ。長期的で広範なテストの後、箱型弾倉を備えたリーライフル、ベセルバートン弾倉を備えたリーライフル、そしてオーウェン・ジョーンズの3種が検討に値すると判断された。3種に絞られたんですね。1885年8月にリーライフルなどにさらなる試験を勧告したようだ。1887年2月には2種に絞られさらなる試験を行うよう命令されている。リーライフルボルトを備えたバートンライフル、そして改良されたリーマガジンライフルだった。この時点でリーライフルらは、303ルービン弾にメトフォードライフリングが備えられていた。メトフォードライフリングはともかく、弾薬が小口径化されているんですが。なぜメトフォードライフリングと呼ばれるライフリングを採用したのかというと、それは黒色火薬によるライフリングの汚れと詰まりを軽減させるためだった。詰まりですか。黒色火薬の燃えかすの蓄積はすごくさらには全てが燃焼しきるわけではないわけであり、重心の汚れというのは必然な物質だった。加え腐食性も高かった。燃えかすや残りかすは数十発程度でライフリングへ多く蓄積してしまい、精度が大幅に低下するのが常だった。そうなんですね。そのため滑らかで溝の突起がかなり短いメトフォードライフリングが導入された。従来のライフリングと比べ明らかに溝がなく、清掃しやすく、影響を受けにくくなっているのがわかる。メトフォードライフリングはウィンブルドンの競技で非常に正確だということが証明されている。そして弾薬はスイスのエドゥアルド・ルービン大佐が開発した弾薬であり、これは成功を収めイギリスも同様の方向へ舵を切ったようだ。ルービン大佐ということは、シュミテッド・ルービンの弾薬でしょうか？いや、シュミテッド・ルービンはまだだし弾薬も GP90 ではない。
それ以前の試行錯誤である 7.7×53.5mmM1885 という黒色火薬弾薬だった。303口径弾の選択というのは当時は異例であり、これはストッピングパワー不足として多く非難されたと言われている。新しい挑戦にはつきものですね。303口径弾は403口径弾と比べ弾頭が軽く高速で射出されるため、その分平坦な弾道を手に入れることとなった。平坦な弾道ということは山なり弾道の際と比べ上げ幅が小さくなる。これは適度な距離での命中率の上昇に貢献する要素となっている。ちなみにライフリングを発明したウィリアム・エリス・メトフォード氏はイギリスのエンジニアであり、P1853 エンフィールド用の変形弾発明、円筒形の硬化弾頭に関する発明、そして構想式ライフルへの研究を行った人物である。当時のイギリス銃器技術の発展に尽力した人物なんですね。特に硬化円筒弾頭と浅いライフリングの発明はこの人物こそがパイオニアだったようだ。メトフォード氏は実績もあり、1883年2月よりおそらく前述の英国小型武器委員会に任命され、303マガジンライフルの重心、薬室、薬莢の設計に多大な援助を与えた。試作銃はジェームズ・パリスリー氏の設計。そしてウィリアム・エリス・メトフォード氏による大幅な設計変更と弾薬の発明、おそらくプラスアルファによって成り立ったんですね。303ルービン弾は真鍮薬莢と215グレインのラウンドノーズ弾頭を備え、雷管はボクサープライミング、71.5 グレインの圧縮黒色粉末が装薬されていた。1888年より7乗メトフォードライフリングを掘り込んだ重心を取り付け、303ルービン弾に薬室を適合した試作リーライフルをテストした。この1888年のテストでは大英帝国の至る様々なところに試作リーライフルが運ばれたようだ。着剣ラグの変更、エジェクターのコッキングピースの簡素化、7発から8発のシングルスタック弾倉への変更、マニュアルセーフティの追加といった改良が行われ、1888年12月、消火器に関する陸軍省委員会は、リーライフルをメトフォード氏などが設計変更した303マガジンライフルをイギリスのユーズパターンに選択した。正式採用ですね。マガジンライフルナンバー1として1889年より正式採用されることとなる。マガジンライフルマーク1。1891年より、正式名をライフルマガジンリーメトフォードマーク1に改めているぞ。これら開発作業やその後の生産はエンフィールドロイヤルスモールアームズファクトリーで行われたようだ。またバーミンガムスモールアームズ、ロンドンスモールアームズでも商業的に生産された。この後、1892年よりメトフォード氏は体調を崩し実質引退。1899年より自宅で死去する。そしてリー氏もまた、1902年に死去する。開発に直接関連したこの二人は、その後の活躍を目の当たりにすることはなかったんですね。ちなみに弾薬も1886年から1888年にかけ設計や仕様変更が行われており、1889年頃よりあの有名な SA ボール303ブリティッシュの初期であるマーク1にへと完成している。よく見るとマーク1弾ではボトルネック形状になってますね。話は移り、リーメトフォードにはバリエーションが存在する。まずワンク1スターへの改良は1892年初めに行われた。採用の3年後であり、まだリーエンフィールド導入の前となっている。リーメトフォード自体も改善されているんですね。元のリーライフル時から弾倉はそのまま脱却できるが、当時から運用上で取り外すことは意図していなかった。マーク1はマーク1スターと比べ側面のセーフティの廃止、コッキングピースのハーフコックノッチの採用、改良されたフロント及びリアサイト、改良されたハンドガード、バット、メインスプリング、マガジンスプリング、ダイヤルサイト、及びスリングスイベルといった変更がある。結構改良されたんですね。で、MLM は最大1900ヤードまで調整できるリアサイトの上に、ストック左側に長距離ダイヤルサイトも備えていた。このダイヤルサイトにより、2900ヤードまで調整することができたようだ。まだ歩兵の小銃一丁一丁が戦場で大きく役割を担う時代の名残ですね。そして当時の背景を表すもう一つの設計といえばマガジンカットオフ機能もあると思う。このスライド板によって株からの球弾を妨害するんですね。MLM 運用当時はまだストリッパークリップが導入されていないため、存在的にはチューブラー弾倉小銃と変わらない代物となっている。マーク2への改良が1年後である1893年に行われたようだ。弾倉が18ミへと変わり、真鍮の10ビータ、ボルトの改良、より頑丈なノーズキャップ、簡素化されたカットオフ機能、バネ構成ダストカバー、フィンガーグループの削除などが行われた。多く改善されたんですね。マーク2ではクリーニングキットがクリアロッドとなった。つまり不良の際に固着したから薬莢を抜くためにのみ使う代物となったようだ。え、クリーニングは？もう一方の端に小さな布用のループが追加コードを引っ張ることで、重りを通すことでクリーニングするらしい。他にも剣型銃剣の採用、バットストラップの拡大といった変更もある。そして2年後である1895年、コッキングピースにセーフティを備え、クリアロッドを廃止したマーク2スター改善された。セーフティが移動したんですね。さらに MLM のカービン銃も1894年から製造されている。もちろんカービンもあるんですね。もちろん騎兵隊などの装備のためとなっている。仕様は当時のニューモデルである MLM マーク2に合わせている。
しかしこのリーメトフォード開発中の時点で、重心や薬室などが汚れにくく、さらには重工初速の上昇にも望める無塩化薬が発明されていた。重工初速の上昇はつまり弾道低落量低減と風の影響の低下、有効射程の延長が望めますよね。名称の通り黒色火薬と比べ煙の量が少なく、連発での射撃の際に目標を見失いにくくなる利点もある。そんな利点と技術向上ばかりの無塩化薬を、フランスがルベルモデル1886という連発ライフルに用いり始めた。ファックザフレンチ。C&アーセナルの人がこう言ってて面白かったぞ。これに合わせドイツはゲベアー88、その3年後である1891年にイタリアはカルカの M1891、ロシアはモシンナガンという新小銃とともに弾薬に無塩化薬が充填された。しかしイギリスではどの無塩化薬を使用するかという議論が1891年に行われており、無塩化薬の導入が遅延していたようだ。無塩化薬自体の選択ですか。この議論はおそらく爆発物委員会で行われていたと思う。303ブリティッシュ弾は当初から無塩化薬での充填が想定されていたようだ。新しく採用した MLM を実験体に、バリスタイト、コルダイト、フリライト等の無塩化薬の実用試験を行ったようだ。当時に存在したあらゆる無塩化薬がテストされたんでしょうか。創薬はコルタイドという無塩化薬が選択された。58% のニトログリセリン、ガンコットン 37% とワセリン 5%、アセトン、その他安定剤を混ぜたバリスタイト浄水浸剤であり、爆発物委員会のアーベル、サー・ジェームス・デュアー、ダブル・ケルナーが1889年より特許取得した代物だった。ということはイギリス発祥の無塩化薬なんですね。当初はコードパウダーや委員会によるバリスタイトの改良版という名称だったがコルタイドへ改名された。現在はその後の IMR シリーズといった火薬への代替により、戦後に生産中止されている。ともかく、1891年後半にコルタイドの採用が決定された。しかしここで問題が発生することになる。え？これら無塩化薬の実験に MLM が使用されたと前述したが、MLM のメトフォードライフリング重心が、すべての無塩化薬にて過度に損耗することが判明した。過度な摩耗ですか。火薬がより高温で燃焼するためにメトフォードライフリングに悲惨なボア侵食が生じた。その損耗までの発射数は5000発未満程度とされているが、これは正式採用ラインではなかったようだ。これを受け兵器当局はエンフィールドの RSAF が発明した代替のライフリングを MLM へ組み込むことを決定する。深くなりつつ堅牢な重心となった。黒色火薬での詰まりを軽減しようとしてでの対策でしたが、無塩化薬導入により、逆にあだとなってしまったんですね。より深い従来のライフリングとコルタイド創薬の組み合わせは、約1万発もの大量発砲数となった。いいですね。無塩化薬とメトフォードライフリングの組み合わせと比べ4000発ほど大量発砲数が上昇している。こうして1895年よりマガジンリーメトフォードの重心を再設計したライフル、マガジンリーエンフィールドが導入され始める。17分半でやっと MLE ですね。しかしそれでもマガジンリーメトフォードは1899年まで生産され、多くのリーメトフォードは植民地などで長年にわたって運用された。入れ替えの時期が過ぎてもですか？イギリスとエジプトの遠征軍がナイル川を遡り、アブダラヒー・ブン・ムハンマド、ハリファ、そして彼のダルビッシュの信奉者からスーダンを奪回した。これら作戦の初期段階で、MLM を装備したイギリス軍歩兵部隊が投入されたが、303ブリティッシュマーク1のニッケルメッキの弾薬では短距離であっても十分なストッピングパワーが不足していることが判明した。マルティニ・ヘンリーの大口径と比べてでしょうか。弾頭の重さもあると思うが、おそらくブリティッシュ弾頭自体が着弾時に変形せず、そのまますり抜けていった可能性もあると思う。ダルビッシュの戦術は大半が剣と槍で武装していたため、密集した陣形で一気に接近して敵を仕留める方法をとっていた。そのため一斉射撃によって打ちのめす必要があるが、前述の MLM ではストッピングパワーが不足されているとされた。それはまずいですね。しかし幸いにも彼ら野戦軍の大半はエジプト出身のアングロ軍で構成されており、577/450弾というよりストッピングパワーの高い弾薬を発砲することができた。マフディストとの戦いは前述の通りイギリス軍の小銃変革時期と同時期であり、次第に MLE が新しく配備されるとともにハリファ軍を敗北させることとなる。MLM から MLE への変換は緩やかに行われていったが、1899年の第二次ボーア戦争では、再び問題が露呈することとなる。ボーア人は確かオランダ系移民でしたよね。ボーア戦争は1899年から1902年まで続いたわけだが、ボーア人が用いていたマウザー M1895 は戦闘弾頭を使用しているためにより平坦な弾道を実現した弾薬を用いり、さらにはイギリス軍のようにマガジンカットオフなどは使用せずに連発で使用し、再装填もクリップにより一気に装填していた。まさにボーア人は後の戦争で見られるライフル運用をしたんですね。ただ小銃性能の差だけではあまり問題にはならない。より問題だったのは当時のイギリスの品質管理がガバガバで、主に照準の影響で精度が大きく悪かったということだった。200ヤードで大幅に的の中心から逸れて命中し、600ヤードで的の下へ弾が落下するというガバガバ弾道だったようだ。え、そのためサイトの見直しと変更が加えられた。しかしそれでもフォアエンド木部の膨張による精度悪化など問題点はあった。
そんな問題があったわけだが、その間からその後にかけて MLE は大きく発展していくことになる。1896年にはリーエンフィールドカバルリーカーバイリーマーク1 LEC として短縮バージョンが登場した。 MLM にも騎兵カービンが存在していましたよね。普通にそれの代替だと思う。重心長は MLE の 770mm から 540mm にまで短縮された。そして1899年よりグリーニングキットを省略したマーク1スターに改修されている。特徴として弾倉が6発であり、衣服への引っかかりを抑制するためボルトハンドルの形状が変更されている。6発なんですか。LEC は第二次ボア戦争中に活用された。騎兵隊の他にもタイゲリラ作戦など、活躍の場は多かったとされている。LEC と少数の MLM カービンは、その後ニュージーランドカービン、NZ カービン、アイルランド王立警察カービン、RIC カービンに改修された。RIC カービンは見た感じ重心の延長と着剣ラグが設けられていますね。また一部の MLE と MLM は、ブリッジクリップガイドスロットを追加したチャージャーローディングマガジンリーエンフィールズ。CLLE、CLLM へ改修されている。え？グリップ球弾ですか？ CLLE、CLLM はイギリス軍を粗略で初めてストリッパークリップでの球弾を実現した銃器だった。そのクリップ球弾を達成すべく、マガジンはダブルスタック、ダブルカラムへ改められている。このリーエンフィールドからダブルカラム化するんですね。おそらくはリーシによる技術特許が組み込まれていると思う。ちなみに1891年よりリーシはフォンマンリッキャーの弾倉一括球弾特許を権利侵害しているとして訴えたようだが、敗訴したようだ。そして MLE マーク1は MLE マーク1スターへ、1899年より改修される。改修されたんですね。このモデルではクリアリングロットを廃止しただけのようだ。ここからは MLE から弾薬の話をちょっとする。いつまで開発背景が続くんですか？まあ、あと10分くらいかなと。は？303ブリティッシュマーク1弾には 71.5 グレインの圧縮黒色火薬が充填されていたが、303ブリティッシュマーク2弾では31グレインのコルタイドが充填された。発射薬の質量自体は大きく軽減していますよね。他にガンコットンとミネラルゼリー、ボクサープライマーの組成も変更された。銃口初速は1850フプスから1970フプスへ上昇したようだ。そして前述通り、1868年のサンクトペテルブルク条約の決議の影響か。当時の弾頭は銅を飛行して FMJ 弾頭にしたり、弾身自体を硬くすることで、変形しない弾頭での運用を行っていたようだ。当時から FMJ 弾を使用していたんですね。しかし前述の威力不足への懸念の影響とそこまで国際的な非難が高まっていなかった影響か。1898年から1899年に行われたチトラル遠征、ゲラ遠征という植民地紛争では、マーク2弾の拡張弾丸使用を想定し発砲したようだ。拡張弾丸。つまり着弾時に変形することで、人体へ過剰な損傷を与える弾丸ですね。やはり303拡張弾丸は古い大口径拡張弾丸と比べストッピングパワーで劣ることがわかり。1898年にマーク3弾という215グレインに一部露出した鉛弾頭を備えた弾薬を開発した。ソフトポイント弾的なやつでしょうか。しかしマーク3弾は生産上の問題で中止となり、1898同年2月にはマーク4弾という同様の拡張弾丸の量産が開始された。弾頭の先端がまさに変形を誘発させる形状ですね。マーク4弾の重装を観察した英国陸軍医療隊のマティアス少佐による記述がある。これはマフディスト戦争での極めて重要なオムブルマンの戦いの後に、ンク4弾を2発被弾した若者を観察した際の記述だ。左足の膝上に重装があった。傷の入り口は綺麗に切り取られており、非常に小さかった。発射体は大腿骨、内科のすぐ上に命中した。この骨の下端全体と脛骨の上端は粉々に砕け、膝関節は完全に解体されました。右肩にも負傷を負っていた。肩関節全体と肩甲骨が粉々に砕けていた。どちらの場合も、出口の傷の兆候はありませんでした。拡張弾丸と分類される通り、人体を過剰にズタズタにしていますね。銃創による貫通跡がないという証言の通り、弾丸に込められたエネルギーは人体内で大きく拡散した。マーク4弾では重心を後方に移動することで、従来の丸い花弾頭の弾薬より安定性と精度を向上させていた。しかし外側の金属部が剥がれる傾向があり、それは重心内を詰まらせ、危険な障害が伴う可能性もあった。そのため鉛弾身にアンチモンを追加したマーク5弾を1898同年の10月下旬に導入する。しかし1898年8月にはダムダム弾の禁止に関するハーグ宣言への署名もあり、イギリス軍のこの開発には物議を醸していたようだ。国際的にこのような変形する弾丸は非難されるようになると。その物議、元い非難した主な国はドイツだった。ドイツ帝国政府はマーク4弾によって生じた重装は過度で非人道的で戦争法に違反すると主張し、合わせ高所速スポーツ用弾薬と非拡張弾丸使用弾薬の比較を提示した。この抗議は効果を発揮し、戦争における膨張弾の使用は禁止されたようだ。今日では装甲の普及に伴い戦争には不要とか言われていますが、利用価値は深刻なダメージを与えることで兵士の戦争復帰の可能性を少なくする、その治療による物資損耗などの点でありましたよね。
当時はまだマルハナ弾頭が主流なためそれが利点となると思うが、当時からその後にカケスピッツァーこと戦闘弾頭が主流となり、空気抵抗の多くなる拡張弾頭兼マルハナ弾頭は弾道的に劣ることになるという背景もあった。そして、当時アメリカとイギリスの代表団らはこれに反対していた。狂乱する原住民らを阻止するために有効だという理由のもとだった。植民地拡大における紛争で、ですか。歴史家のバーバラ・タッチマンによる記述を引用する。狂信的な部族民の殺到を阻止するためにイギリス人が開発したこの弾丸は、フィリピンで弾丸を使用しようとしていたアメリカ軍代表のクロージャー隊を除く、全員の熱烈な攻撃からジョン・アーダー卿によって精力的に防御された。クロージャー、時期的にも絶対ウエスガンのあの人だ。野蛮人との戦争において、アルダーは夢中になった聴衆に。人間は、最新の正式昇降系弾頭により何度も小さく綺麗な穴を開け貫通してきました。と説明した。それでも突進して至近距離に近づくことができたため、彼らを阻止するには何らかの手段を見つけなければなりませんでした。文明化された兵士は撃たれた時、自分が負傷していることを認識し、早く手当てすれば早く回復することを知っています。彼は担架に横たわり、戦場から救急車に運ばれ、そこで服を着たり包帯を巻かれたりします。同じように負傷した狂信的な野蛮人が、手に槍や剣を持って突進し続けているのに、その行為が負傷者が取るべき正しい道に対する理解に著しく違反していることを彼に説明する時間がないうちに、首を切り落としたかもしれない。これら主張があったわけだが、前述通り1899年より22対2でダム弾禁止宣言が可決された。そのためイギリス軍はマーク5弾などの拡張弾頭を訓練用途にしか用いないようになった。その後は1904年よりラウンドノーズのマーク6弾という薄い飛行で覆うことでやや変形するようにした弾頭を用い続けていたと思われるが、1898年よりフランスでルベル M1886 の弾薬が戦闘弾にへと変わり、1910年よりマーク7弾という戦闘弾頭ながらも前方に軽量素材を充填することで着弾時に回転するようにした新型弾薬が正式採用される。こう見るとイギリス軍がどれだけ着弾時の重装を意識していたかがなんとなくわかりますね。この弾は内臓をよりズタズタにしてしまう代物なわけだが、当時から第二次世界大戦後にかけ問題視されることはなかったようだ。というか SS109 や 7N6 弾あたりで同じような技術が応用されてませんでしたっけ。話は MLE 自体にへとまた戻る。第二次ボア戦争を経た直後だ。イギリス軍はまさに現代の戦争を叩き込まれたため、この経験は後年の戦術に大きく影響を与えることとなる。この動きは1901年より始まった。エンフィールド RSAF は、1901年よりカービン銃の製造と試験を開始した。騎兵向けの LEC 配備の後の話ですね。ここらの話は具体的にあるようだが、個人的にそれを見つけることはできなかった。そのため省略させていただく。ともかく試行錯誤を経て、エンフィールドは1903年よりショートマガジンリーエンフィールドこと、スメルマーク1の生産を開始した。20世紀突入であり、ビクトリア朝が終わりましたね。SMLE という名称なため臭いと言われたりする。重心長は 770mm と 540mm の中間である 640mm であり、重厚のデザイン、そしてここでついにストリッパークリップが標準導入された。リーエンフィールド自体はマウザーライフルよりは確実に後でしょうか。MLE 開発登場と同時期にマウザー M1895 は登場している。そしてイギリス軍でのこの導入は、やはりボア人との打ち合いが要因だとされている。比較的な部分はスウェーデン製 M1894 騎兵カービンをモデルに、そしてボルトヘッド面はマウザーライフルから借用されたという記述も見られる。このライフルは寄せられた苦情に応える形で構成された代物だった。そして全長は歩兵銃と騎兵銃の真ん中へ短縮ということで、これは歩兵騎兵共有の歩兵銃だった。歩兵銃と騎兵銃の共同化は多くの国で行われていますよね。やはりカービン銃よりもやや長いスメルの導入は物議を醸したようだ。多くのライフル協会会員や銃器生産屋は、短縮重心が MLE 重心と比べ精度で悪化すること、反動の増加、そして照準半径の悪化というなどを懸念していた。この反発はスイスの単重心化でもありましたよね。実際これらのデメリットが生じてしまう選択だが、反面使用する資源や材料が少なくなることでコストカットされたり、生産が早くなったり、運搬性や操作性での向上といった利点もあった。コストや生産時間に関しては、この後の世界大戦で重視されるようになりますよね。ここの話については、英国で最も著名な軍人の一人であるロバート卿が大きく関連している。この方は当時にて英国陸軍の最高司令官へ就任し、陸軍の新しい戦術と技術の監督、及び実行することが任されていた。その戦術の実行の一つが今回のスメルヘの小銃統一化だった。この人が主導になって進めたんですね。この決定に伴い当時多くの懸念が発生していたことを前述したが、その中で最も大きい懸念とされていたのは銃剣での戦闘でリーチが失われることだったようだ。連発銃が普及した時代ではありますが、実際後の大戦では重要となる要素の一つですね。この懸念は全ての正規軍が銃剣訓練を受けていたために膨らみ、それが戦場にとって重要だと思われていた。そのためロバート卿はその分銃剣を長くすることとした。これは非常に実用的で、最も恐ろしい外見の一つとなったらしい。
リーチが不安ならばその分長くすればいいじゃない。そして前述のストリッパーグリップの実装はロバート卿による働きの影響となっている。ロバート卿はカットオフ機能や手入れ装填を禁止し、基本的にストリッパーグリップでの装填を義務つけた。従来の方法や機能をガン無視ですか。グリップを2個入れて10発装填して速射するという戦術は徹底的に訓練され、それは第一次世界大戦で発揮するようになった。いわゆるマッドミニッツと呼ばれる訓練もその一環ですかね。ロバート卿は様々な姿勢での射撃訓練を指示したようだ。副射だけではなく、膝打ち、腕を使った姿勢、座位など様々な姿勢での射撃訓練が実施された。そして競技によってそれを奨励することで事実上推奨し、それが満足のラインに達すると、今度はスナップ射撃や夜間射撃、強風の中での射撃訓練も行うよう指示した。現代戦術への確実なステップですね。現代では基礎となる射撃訓練を帝国全土の兵士と民兵に実施し、それは確実に帝国軍全体の強さに影響することとなった。1904年にロバート卿が引退したようだが、その後もこれら実践的な訓練は実施され続け、高い水準を維持し続けた。で、1903年から1909年にかけコスト削減のため多くの MLM と MLE が単重進化され、スメルへ改造された。改造されたんですね。今度はコンバージョンという意味となっている。そしてスターがつくモデルもキラキラ見られるぞ。そしてスメルマーク1はわずかに改良されスメルマーク1スターとなる。これは1906年であり、同年より各交渉で生産開始された。さらにスメルマーク1はすぐにスメルマーク3へ更新される。パターン1907という新型銃剣とともに1907年1月26日に導入された。リアサイトの簡素化、ハンドガードとマガジンの再設計、そして薬室はやがて新型のマーク7弾に合わせられた。やっと多くの人が認識するリーエンフィールドの登場ですね。ストリッパークリップ球弾用のチャージャーガイドはレシーバーからレシーバー上に移動したようだ。この動きに合わせ MLM や MLE、そしてスメルマーク1などはこのマーク3規格に合わせ回収されたようだ。これら回収モデルはスメルコンバージョンマーク4と呼称された。略称でコンド4とも呼ばれている。スメルマーク3は第一次世界大戦勃発時期に装備していた小銃だった。戦争が始まり次第、イギリスは直ちに正規軍の大部分へ英国遠征軍 BEF を指定し、それらをヨーロッパ戦線に投入した。しかし連合国の戦線は総合的に劣勢であり、開戦当初に携行できたイギリスの機関銃の数も比較的少数だった。イギリス軍の機関銃はビッカーズ機関銃。そしてその代替品として配備され始めたルイスガンですね。それら動きがあったもののそれでも不足がちであったので、必然的にスメルマーク3へ多く頼ることを余儀なくされたようだ。前述のロバート卿での指示、そしてその独特な設計から、スメルを装備した英軍がより早く速射することが可能だった。一例としてモンストアラスからの撤退がある。この時に BEF はドイツ軍の進軍に対し応戦し、訓練に乗っ取りスメルを速射した。その結果、他各国の小銃隊からは考えられない連射を発揮した。これに対し、ドイツ軍は機関銃を使用していると誤認した。という話がある。リーエンフィールドの名誉の一つですね。ただその誤認をさせるにはもちろん複数人でのリーエンフィールドによる速射が必要になるぞ。そんなわけで以上だ。まだ設計にも突入してないくらいなんですが。リーエンフィールドの歴史は凄まじく深い。おそらく1時間で語れないため分割させるのはもちろん、もしかしたら3分割になる可能性もある。ゲベア98以来の悪夢ですか？後編は必ず長い動画になると思うが、どうかご視聴いただけたらと思う。では皆さん、また見てね。